ひまわりとアジサイの葉っぱの作り方です。ひまわりとアジサイでは葉っぱの形が少し違っています。アジサイの葉の詳しい作り方は他の動画がありますので、そちらをご覧ください。ひまわりの葉の方は先が少し細くなって下の方が丸くなっています。端がギザギザになっているところや葉脈が斜めになっているところはアジサイと同じです。葉の筋は1本目の線と平行に同じ幅で描いていきます。これを半分に折って緑色の画用紙と重ね、ホッチキスで留めて切っていきます。ハサミを回しながら周りのギザギザを丁寧に切っていってください。葉の型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。葉の筋を折るところが一番難しいところです。型紙をつけたまま、先ほど描いた平行な線に沿って折っていきます。そうするとこんな風にきれいに折れました。ひまわりとアジサイで葉っぱの形がこんなに違っています。葉につける茎は、フラワー用のワイヤーでは細すぎるので、お花紙を巻きつけて作りました。4分の1に裂いたお花紙を3つに折って、液体のりを少しつけ、ワイヤーを両端に2本挟みます。このワイヤーをねじっていくと、太めの茎ができます。紙で巻いてあるので、ボンドや糊でつけることができます。刃を裏返したら、真ん中の折り目のところにボンドを盛り上げるようにしてつけます。付け根のところは特に外れやすいので、たっぷりとつけてください。この上に先ほど作った茎を置きます。ボンドが透明になるまでしっかりと乾かしてください。乾いたら、それぞれの花と組み合わせていきます。植物が違うと、葉の形もつき方も少しずつ違います。本物の植物をよく観察して、特徴を捉えるといいでしょう。